周囲を広い領海や接続水域に囲まれた島国の日本にとって、その防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強化と進化を継続しており、新たな艦級分野への進出も政治と連動して進められてきたよ。そうした状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載型護衛艦の出雲型たる出雲と加賀の2隻だと言ってよいだろうな。今回は改修工事が進められている出雲型護衛艦について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。出雲型護衛艦は自衛隊の艦種分類上からはヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているけど、海外の軍事専門誌等からは概ねヘリ空母として認識されており、その範疇で語られることが大半なんだ。出雲型は基準排水量19,500トン、満載排水量26,000トン、全長 248.0メートル、全幅 38.0メートル、深さ 23.5メートル、喫水 7.3メートルと名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能だよ。これらヘリの最大5機の発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗すべく、それらを対潜哨戒任務によって封じ込めることが最大の目的だった流れから生み出されたね。1991年の旧ソ連の崩壊後、その後継国家となったロシアに対してこの方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に海洋進出を進める中国海軍が、日本が最も警戒べき仮想敵国へと置き換わったな。こうして中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、その防衛を担う上では中国海軍艦艇の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事となったと言えるぜ。南西諸島における中国海軍の接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須となるが、現状航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島ぐらいしかなく、そのカバーが求められたわけだ。これは中国との有事の際には在日アメリカ軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃でその滑走路の機能を破壊される可能性が生じるためであり、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機能運用が検討されたね。その結果導き出された結論がアメリカのロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング 2B 型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇整備仕様というものだったんだ。こうして2015年から収益を迎えていた出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修が決定され、太平洋戦争以後初となる海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったと言えるよ。出雲型はもともと通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースに変更を加えることで航空母艦化されることになるが、これより以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇が存在していたぜ。それが1998年から3隻が就役している大隅型輸送艦と、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦であり、出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してき艦艇だな。大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上ではドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的なようで、艦尾にあるウェルドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用可能だね。ただし大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0メートル、全幅 25.8メートル、深さ 17.0メートル、喫
治水 6.0 メートルと出雲型に比べればはるかに規模的には小型な艦艇だと言えるぜ。大隅型輸送艦が全通式の飛行甲板を有するにもかかわらずヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターの常時搭載を前提としておらず、したがってそのエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができない点が挙げられるよ。また艦内もこうした事情を反映してヘリ用の専用の格納庫としては設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与されていないため、その艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっているぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う上では、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言えるだろうな。出雲型に先んじて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いたという点から見れば、その前進となったのはやはり、2009年から2隻が就役している日向型護衛艦が最初であったと見て間違いないね。日向型護衛艦は基準排水量1万3950トン、満載排水量1万9000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、およそ出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つよ。日向型護衛艦には各種のヘリコプターが最大で4機搭載が可能とされており、その全通式の飛行甲板には4箇所の発着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時発着陸は3箇所で実施することができるんだ。ここで日向型と出雲型の大きく異なる点の一つとして挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、20mm バルカン砲であるシウエス2機と防空ミサイルリム116を2機搭載するのみだぜ。これに対して日向型は 20mm バルカン砲のシウエス2機は同様ではあるが、324mm の3連装のマーク、32魚雷発射艦2機トンク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セル2アスロック対戦ミサイルを収容しているな。出雲型が必要最低限の固艦防空能力のみを搭載し、対戦用の兵装らは護衛に随伴するであろう他の護衛艦に任せる方針であることに比べ、日向型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだと言えそうだ。今でこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているが、日向型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内のコンセンサスもまだ十分に図れてはいなかったんだ。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入は行えていたものの、日向型の建造に際しては政治的な反発も考慮してか、3つの艦隊の設計案が提唱されており、いわば反応を見つつ推進されたというのが実情のようだね。一つ目の案はそれまでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、二つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には現行の全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的でかつ、運用効率に優れた形に落ち着き、その後の出雲型へとつながる実績を作ったわけだが、今から考えれば覚醒の感が拭えないよね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。